ゴミ箱の頭でバンバン殴ってたとか、まあそれは殴ってないのが本当だとしたらスリッパではやってるっていう証言は出たじゃないですか、はい、やってるんですだから。そうですよ。ってことはゴミ箱の蓋でやってたんですよ。やってるんですよ。やってるんですよ。せーの、本日のよろぴこ。コロナに負けないプレイボールよろぴこ。やっぱりあの OB を回る旅やってるんですよね。やってるんです。そして後輩の皆さんが、被害者の会で、うん、やっぱりゴミ箱事件やっぱありました。でその時に、吉彦さんを羽交い締めしたのが幼いさん で幼いさんはボンボンやられたらしいです。そういうだからもう本当だから今の僕のチャンネル以上だったんですもんね、今の証言が。だからそのなんていうんですか、僕らは悪く見せたいタイプなんですよ。その不良でさみたいな、昔の暴走族やってたよみたいな空気だと尊敬され、かえって尊敬されるんじゃないかみたいな、うん、それを超えちゃってるわけですから、うん、そんなフリーがいらないですよね。やってきたんですもん。まあ確かにそうかもしれないね。そうですよ。だからなんていうの、高橋義彦暴力チャンネルってことになるんですよ。殴り放題みたいな、サブタイトル殴り放題って。いやー、はい、OB の方以来にやっぱ強烈な感じで最高っすね。僕あの意外とそれはそれとパリーグ来られた時も、はい、コーチの時も声をかけてもらって、はいはい、自分でうまく懐けたタイプだなと思ってるんですよ。懐けてる一匹子飼いの犬みたいな。いや、仲いいですよね。いや、だけど仲いいとかそういう言葉やめてください。いや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 、誤解を受けるんで。ちょいちょい僕ももう吉彦さんと25年の付き合いなんですよ、はい、でその中で、あ、デイブと飯食ったよ、はい、チカと飯食ったよ、そうなんですね、という流れの中 で今日も、はい、デイブさん初めてなんですよ。お前紹介してなかったっていうような感じなんですよね。そうですね。だから吉彦さんとその中で例えばそういうみんなで集まるケースもちょっと誰かは間に入ってもらえますね。チカさんが入る。そうですよね。球場でお茶飲んだとしても誰かは入ってもらえます。直接はここからずこのねちょうどいいですよ、ディスタンス。なるほど。この一番あるんで良かったんですよ。こういうことがないと近づきにくいです。でも吉彦さんの中ではおあいつは仲いいんだぜ。いやそのなんか。その上手に入ってきたつもりではいるんで、殴られないところの位置にはいたいなっていうのは。なるほどですね。でもこんなに気使う先輩いないんですよ。僕はメガネ先輩小馬鹿にするタイプなんで、はいはいはい、できないんですよそれが、はいはい、だから振ってがもう、まあ、ストレス。わかりますすごくわかりますよ。でもまあ吉彦さんから見たデーブさんっていうのはどんな感じですか。いやでもまあね、デーブいくつだったかな。55っす。と違うのね。でそういう意味で可愛いよね。で可愛い割にはさ、あのバッティングコーチで、いや打率がどうだこうって2人でさ、打率あの楽天だっけ、あの時ロッテで一緒に打率が、はいはい、打率がっていうわけ。2人で打率って結構ねくさっとくるのよ。そうなんです。ライバルっていうかね、球団同士で来るのよ。はい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 、そのバッティングコーチそうだよな。そうです。あのやったら僕ちょっと聞きたいんですけど、僕がバッティングコーチやってる時に。1本フォアボール1個取るとああ完全試合なくなったとかで、ヒット打つとああノーヒットのなくなったって1個ずつこう自分のこう恐怖心が減っていくんですね。まあ分かる分かる。1点取るとああ完封なくなった、よし点取ろうみたいな、そういうのはあんま思わないですか。かかってこいコラーでやったんですかね。ただ途中からさあるよな、途中からやばい一回あったんよ日本ハム戦、うん、ダルビッシュか。あやられそうですもん、毎回やられそうですもん、ね、9回ツーアウトもノーヒット、うわやられたと思ったよ。あの大松ヒット大松に本当お金あげたくなりますもんね。本当もうバッティングコーチさ本当思うよな。あもう佐藤も佐藤でさ、はいはい、あいつさすっごいいい時と悪い時ってさあいつ諦めがすっごいいいよな。あえそんなあっさりみたいな、えちゃうやろってぐらい、ほんとストーク言ってくれみたいな、うん、ほんまあっさりしてるから、はいはいはい、いつも言われますもんね、うん、あ、ダメあ、曲がんなかったとかそんな感じでしょうね、それは。だ僕は
ジャイアンツ戦で楽天のバッティングコーチの時に交流戦で杉内に完全試合やられかけたんですよ、うん、9回ツーアウトからスリーツーかなんかストライクって言っていたかさんのバーンって言ったらボールって言ってくれて、うん、ノーヒットノーランだったんですよ、うん、その当時の監督が星野の親分なわけじゃないですか、ね、もう前向いたまま刺してくださいって思ってました、ね、もう僕を後ろから刺してくださいゲームセットの時後ろ向けないんで親父刺してくださいもう刺してなんか頭マスコットで殴ってみたいな思ってましたで後ろに出てガチャンガチャンって聞こえたんでもう帰らないもう帰らない仙台帰んないもうどこ行こうって本当に思いました6回帰らないみたいなでもそうなるよなバッティングコーチやっぱ責任感じるもんな、はい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 、思い出しただけでもねもう本当もう思い出ただその監督やった時にやられかけた時もあったの、うん、だから親父はポーズでやっただけで、うん、でもノーヒットノーやられてもそうしょうがないよってこう思えんのは監督なんだけど担当コーチの方がきついですよ。きついよな。本当後ろからもなんか日本刀でグサーってここにこうなんか刀見えなかったっすもんあ俺死んだみたいなノーヒットノーやられたらプレッシャーあるんですね。半端じゃないですよ。なるほど。あんまり感じなかったですけど、吉子さんには、ね、あるよな。だからいやでもあんまりちょっと吉子さんあんまり感じない。ずっと僕は悪かったですね。物が違いますよ。いやいや、なんか今乗ってくれてありがとうございます。いやいや、吉子さんないです。僕はありました。本当にありました。ブル僕ちびりなんで。俺もちびりよ。いやいやいや。うんちびるってひらがなを書けます分かってないですよ、ね、意味がちびるいや分かってないですよ、ちびったことないじゃないですかないですよ、あの YouTube で出てくるあの本当に広島の OB 戦の時のあの態度ないですよねキャッチャーに喋ってライト前打っちゃってそうですね当たり前みたいなあの時ね、ほんまね、ヒット打つの簡単ないよそういうことじゃないですか。だからもう乗ってもらったっすよ。思ってないですよ。でなんか監督だったらなんだとこらって言いそうじゃないですか。しょうがねえんだよ打てないときは打てないみたいな、うん。僕は絶対言えないんですよ。言えないことをやってくれるからやっぱ憧れますよね。なるほどです。そうですね。でも監督やってるからな。まあそうですよね。いや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 本当にあのちょうどね三木谷さんがやりたい野球がやりたくて僕はもうなっただけですから。いや素晴らしい、ね。いいんですよ。これはもうそれはもう全然。まずお二人どのタイミングでどうって仲良くなったんですか。近くは近くさんです。でも仲良くってまだ仲良くなってる気もないですよ。ちょっとやめてください。誤解受けるから。吉井子さんの中ではもう完全に仲良い人ですよ。でもそっからなんですかね、はい、僕はめっちゃ尊敬して大好きだけど仲良いってなんか友達みたいな、はいはい、なんですかね、俺線は超えてませんよってやめてもらってるんですか。それなんか殴られそうなんですよ。わかります。いやいやいや、本当に仲良く、本当によくしていただいて。チカと仲良いやん。そうですね。だからチカ仲良いのは仲良いよ。そうですよね。そうそう、だからその、ね、その流れがいいじゃないですか。ベストです。だから必ずチカさんが入ってもらうんですよ、ね、でこうなあデーブって言われた時にチカさんさえいればそうっすねってこうあーってこう目と目合っちゃうとやばいんで、どういうそうですねもあるじゃないですか。乗っちゃって危ない系と乗って喜ばれる系があるのか分かんないんで、どうだデーブこうだろすねーみたいな飲んでるかめっちゃ飲んでますみたいなでなんか頼むとき、はい、吉久さん思ってくれるわけじゃないですか、はい、だから頼みづらいんで店員に紙で渡すときもあります。梅酒サワーみたいなお前勝手に頼んだのかみたいな言わないで分かってるけど、そのなんか先輩の飲むものと一緒でいいですっていう流れはいつも見せたいんですよ、ね、なるほど。チカさんにはいわゆるもう許可取らずに言いますから、うん、はい、チカさん飲まないの梅酒飲まないお嬢さん梅酒サワーみたいなチカさんは言いやすいですよね。半端じゃないです。僕上からになってますから。あチカに殴られたことある腕なんですよ。それがチカさん一回だけ本気で殴られて、それがあの大事なんで明けようと思って、はいはい、であの某工藤監督ごめん言えないじゃないですか。まあちょっと大事な時にいろいろあってメンバー交換でぶっちゃけですよ、こう殴ったろうかと思ってた時があるんですよ、うん、でもう世間で俺が殴ったのは暴行でやめてるわけだからまた大問題になるけど、なんでかが分かるわけじゃないですか。ちかさんがそのことをまあなんとなく本気、最初冗談で言ってるつもりが自分もこうテンション上がってきちゃって本気で言い出しちゃったんですよ。ちかさんが「そんなやめやめないか、そんな何言っとっちゃわ」みたいに言われて「いやだってしょうがないじゃないですか、俺だってこんな俺だってあんですよ男の意地が」みたいな「なんか言うな言うとか」「もうやるかか」って言われて「いや俺明日やります」「絶対言うとらやろ」「いややります」って言ってんじゃん。ちかさんが俺のこと殴ってくれたら やりますよって「ダーッ!」「怖かー!」いかれて腫れ出したんで、ね「バカー!」「いた!」
え、それ本気でやりましたよ。ありますよね、チカさんね。あ、本気で殴られて、で、ただ翌日、まあ、グラウンド行ってメンバー交換の時、チカさん一番前まで来てくれてますよ。心配ですね。そう、あのフェンスのとこにいて、チカさん見ながら握手した瞬間もしたチカさん握手した俺父さんみたいな、帰りしなほんまに力めたあの太い指でなるほどなるほど、ジョッキ持ったから入らないくせに、入らないくせに3本しかいってゴルフやったらカップが崩れるから俺が飛ぶんですチカさん指入れないで見てる俺とカップが崩れるだってフォークバレたって言ってましたもんね。いや、パッて、パッてフォーク打ったらボールが3つ見えた。チカってあんまり目立たなかったの時。いや、目立たなかったよ。僕らにはだいぶ目立ってました、ね、池田さんっつった結構すごいです、めめしいとこなんですよ、チカさんヤキサバ宝のですね、今日はですね、アジイチハルカさんの方にですね、うん、焼きサバ高菜パスタ作っていただきましたんで、これね、はいはい、あ、美味しそう、はいはいはい、ちょっと食べてみてくださいよ。シソを混ぜてもらってですね、ご家庭でもですねこんな感じでやっていただければいいかなと思うんですよね。いい匂い、焼きサバ高菜パスタ合いますよね、ビールを飲みながらね。ああ、なるほど、プロ野球を見ながら、うん、抜群やね。ああ、この夏はそれで乗り切ろうということですね、うん、サバが引き立つということで、ゆしひこさんの焼きサバ高菜パスタの食レポです、うんうん、レッツゴご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいねをよろしくお願いいたします。それではゲームセット、次回もよろぴこ。